潮崎。2004年、同じ年にデビュー。1年目か2年目、初めてやったのも武道館なのよ。小林さんと潮崎、僕と佐々木さんでタッグだったんですよね。まあデビューした時から彼はノアのホープっていうイメージかな。まあなかなか交わることはなかったですけど、やっぱり意識はしましたし。成長後に手を取り合った時期もあった。タッグを組んだりしましたけど、やっぱり隣にいてもどこか負けたくないっていう気持ちは常にあったなと思ってます。同じ時代に生きる特別な存在。俺のこと捨てもしないでしょ。ノアに入ったのは2016年の1月1日。俺はもう戦いの中で自分で切り入れられてきたから。お前にそのベルトは似合わないんだよ。次は俺だ。やっぱ面白くないね。改めて会社に愛されてるんだなって思ったよ。中島克彦を倒す、それがエイアムノアがノアのリングに帰ってきた証明になると思います。待ってくれてるファンのみんなにね、リング上で戦う姿を見せたいというその気持ちだけでリハビリをやっていった気はしますね。でまあどんな攻撃が来ても耐えれる自信はありますね。過去の存在じゃない、時代遅れの。時代が動くぞ。今は俺が時代を動かしてるからさ、今日答えが分かるんじゃない。俺がノアだから。メラリアット。わあ、出た。2022年、ノアが光り輝くぞ。メインイベント GHC ハビー級選手権試合、王者中島克彦 VS 挑戦者塩崎剛。